父親と禁断の行為、放送終了した大家族番組の闇、ザ・激闘大家族という番組に出演していた10人家族の青木家は、行方不明の母を探したり謎の妊娠をした次女のあざみさんを家族全員で支えていく様子が放送され、視聴者に感動を与えていました。いい番組ですね。しかし突然番組は打ち切り、後日あざみさんは、行方不明の母は普通に近所に住んでいたことや、父親から性的虐待を受けており、謎の妊娠をしたのは父との子だったことを告発したんです。えぐ。ただこの告発なんか怪しくないですか？